ルカによる福音書第17章。イエスは弟子たちに言われた。罪の誘惑が来ることは避けられない。しかしそれを来たらせる者は災いである。これらの小さい者の一人を罪に誘惑するよりは、むしろ引き薄を首にかけられて海に投げ入れられた方がましである。あなた方は自分で注意していなさい。もしあなたの兄弟が罪を犯すなら、彼をいさめなさい。そして悔い改めたら許してやりなさい。もしあなたに対して一日に七度罪を犯し、そして七度悔い改めますと言ってあなたのところへ帰ってくれば、許してやるがよい。使徒たちは主に、私たちの信仰を増してくださいと言った。そこで主が言われた。もしからし種一粒ほどの信仰があるなら、この桑の木に抜け出して海に植われと言ったとしても、その言葉通りになるであろう。あなた方のうちの誰かに耕作か牧畜かをするしもべがあるとする。そのしもべが畑から帰ってきた時、彼にすぐ来て食卓につきなさいと言うだろうか。帰って夕食の用意をしてくれ。そして私が飲み食いをする間、帯を締めて休場しなさい。その後で飲み食いをするがよいと言うではないか。しもべが命じられたことをしたからといって主人は彼に感謝するだろうか。同様にあなた方も命じられたことをみなしてしまった時、私たちはふつつかなしもべです。すべきことをしたにすぎませんと言いなさい。イエスはエルサレムへ行かれる時、サマリアとガリラヤとの間を通られた。そしてある村に入られると、10人の雷病人に出会われたが、彼らは遠くの方で立ちとどまり、声を張り上げて、イエス様、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスは彼らをご覧になって、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。そして行く途中で彼らは清められた。そのうちの一人は自分が癒されたことを知り、大声で神を褒めたたえながら帰ってきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。これはサマリア人であった。イエスは彼に向かって言われた。清められたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。神を褒めたたえるために帰ってきた者はこの他国人の他にはいないのか。それからその人に言われた。立って行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのだ。神の国はいつ来るのかとパリサイ人が尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見られる形で来るものではない。また見よ、ここにある、あそこにあるなどとも言えない。神の国は実にあなた方のただ中にあるのだ。それから弟子たちに言われた。あなた方は人の子の日を一日でも見たいと願っても見ることができない時が来るであろう。人々はあなた方に、見よあそこに、見よここにと言うだろう。しかしそちらへ行くな、彼らの後を追うな。稲妻が天の端から光り出て天の端へとひらめき渡るように、人の子もその日には同じようであるだろう。しかし彼はまず多くの苦しみを受け、またこの時代の人々に捨てられねばならない。そしてノアの時にあったように、人の子の時にも同様なことが起こるであろう。ノアが箱舟に入る日まで人々は食い、飲み、目取り、嫁ぎなどしていたが、そこへ洪水が襲ってきて彼らをことごとく滅ぼした。ロトの時にも同じようなことが起こった。人々は食い、飲み、買い、売り、飢え、盾などしていたが、ロトがソドムから出て行った日に天から火と異音が降ってきて彼らをことごとく滅ぼした。人の子が現れる日もちょうどそれと同様であろう。その日には屋上にいる者は自分の持ち物が家の中にあっても取りに降りるな。畑にいる者も同じように後へ戻るな。ロトの妻のことを思い出しなさい。自分の命を救おうとする者はそれを失い、それを
失うものは保つのである。あなた方に言っておく。その夜、二人の男が一つ寝床にいるならば、一人は取り去られ他の一人は残されるであろう。二人の女が一緒に臼を引いているならば、一人は取り去られ他の一人は残されるであろう。二人の男が畑におれば、一人は取り去られ他の一人は残されるであろう。弟子たちは、主よ、それはどこであるのですかと尋ねた。するとイエスは言われた。死体のあるところにはまたハゲタカが集まるものである。